こんにちは、お疲れ様です。またインスタグラムからメッセージが来ておりまして、今回 URL がついててね、見たら浜田聡参議院議員の動画が最新版でアップロードされていて、その香川県のゲーム条例っていうのね、これちょっと小耳に挟んだことがありますけども、ゲームをする時間を規制するのが条例で出てしまうのはどうなのかってことで、私の個人的な意見を聞きたいそうですけども、ゲームを規制するとかね、なんか荒唐無稽だなと思いますけども、ただね、私が言えるのは、ゲームをいちいちする人間がムカつくからこういうことになると思うんですよ。まあ、例えば高校の時ね、ボクシング好きなやつがいて、四六時中ボクシングの話したり、こうシャドーボクシングシュッシュッシュッってやってますけど、別に嫌われなかったですよね。でもやっぱこうむっつりゲームされてると、なんかムカつく人っているんですよ。なんかせっかく一緒にいるのに何やってんのみたいな感じで、まあ、特にその人が集まって何かね、ディスカッションしてる時になんかポチポチやりだしたりとか、あとよく聞くのは、その運転してる時に助手席に乗ってるやつがゲームしたらムカつくとかね、それはまああるなと思うんで、その延長線上にこのゲームなんて規制しようぜみたいな動きが出てきたりとか、例えば中学とか高校生の子供たちがね、スマホ与えたらなんか目の前でゲームやって、でご飯食べても来ない、何やってるのかなと思ったらゲームやってるとか、で食卓でもゲームやり始めたとか、もう腹が立つからこういうことになったんだと思うんで、多分ね、嫌われないようにやればこういう条例ってできなかったと思うんですよ。例えばね、読書が好きな人がずっと本読んでるでしょ、別に集団の中にいても読書してる人って嫌われないわけなんですよ。とかそうですね、まあ他にもいろいろあるんですけども、まあ歌が好きな人がね、とにかく歌をこう練習してるって嫌われないわけなんですよ。ゲームだけはなんか見た目が悪いんで嫌われるんじゃないですかね。その延長線上にもう条例でもうやらないようにしよう。で、後付けでいろんな理屈をつけて、ゲームばっかりやると目が悪くなるとかね、なんかゲームのやりすぎで、こうコミュニケーションが取れなくなるとか、それはもう全然副次的な理由で後付けで、基本的にはゲームやってる姿がムカつくからなんじゃないかなと思いますけどね。そんなこと思いませんか。ということで今回の Q&A は以上でございます。まあ、こういう形でね、感情的にもう受け入れられないと、人っていうのは決まりで縛ったりとか理屈で縛ったりしますんで、だからゲーム好きな方はやっぱりね、コミュニケーション上手にやっていくことと、ゲームするときは一人でこもって誰もいないところでやった方がいいですよね。とにかくコミュニケーション取りたがってる人の目の前でやるのは全然ダメだし、なんか和やかに何かをね、楽しもうと思ってるところで一人だけゲーム、スマホ取り出してゲームやったら、それはさすがにお前何しに来てんだよって話になりますからね。もしゲームがどうしてもしたいんだったら、これ面白いゲームだよとか、これはね、こういう風にやるんだよみたいな感じで解説しながら、しかも楽しい解説をしながらやるってことが勧めですね。じゃあ以上でございます。